はい、公明党の北川和雄です、えー、今日で通常国会始まりまして、憲法審査会7回目になっております。でこの7回通じてです、ね、共通をしておりますのは、えー、緊急時でも国会機能をきちんと維持をしていくということが大変重要であると、そういう認識のもとで、この7回議論してきたと思うんですね。で、オンライン国会については、えー、皆様のご議論を踏まえた上で、 えー、憲法審査会としてのオンライン国会についてのお考え方を大方の意見を取りまとめてですね。議長の方に報告するということができたわけでございます。そして今、今この3回は緊急事態条項について議論をしている。私はあのこの緊急事態条項についてもですね。非常にあの多くの論点があります。今日も報告があったとおり、内閣等への権限集中。人権の制限。 国会機能の位置と、大きく言うと3つ、ただ、この3つもそれぞれ本当にあの広範な論点があるわけですね、私はぜひ、日のあの議論を聞いておりましても、今後の進め方として、緊急事態におけるう国会議員の任期の延長の問題、この問題にですね、まず絞ってえ議論をしていったらどうかというふうに提案します。 あのこれだけでも多くの論点があります、要件をどう考えるのか、また手続きをどうするのか、さらにはその効果をどう考えていくのかと、まあ、これだけでも相当な論点があるわけでございまして、今日もあのかなり具体的なご指摘ございました、あの玉木委員からはです、ね、かなり具体的なあの提案もね、えー、ありましたけれども、非常にあの参考になる意見だと私は思いましたけれども、ぜひあのこの緊急事態時におけ、 おいても国会機能を維持するんだと。そのために、この国会議員の任期の延長問題。まあ、これにですね、ある程度絞った形で。この審査会としてのですね。意見を方向性を取りまとめていく。まあ、そういう方向にぜひ議論を切っていただきたいというふうに思うんです。あの時間も限られておりますので。あの、これだけでも多くの課題、論点がありますので、ぜひ次回以降。 そういう形で進めさせていただければ、ありがたいなというふうに思っております。以上です。ただいまのご提案は、あの。の全体に対するご提案だと思いますが。いずれにいたしましても、あの幹事会で協議をいたします。次に。えー